ターナのハッチワールド始まるよ。皆さんこんにちは、ハッチワールドのターナです。今回はね、ちょっと爬虫類ではないんですけどね、この爬虫類の餌用にねお迎えしたヤワゲネズミのね動画をやっていきたいと思います。少し個人的な話ですがね、ちょっと風邪をひいてましてね、こうやって少し喋るとね登録者いっぱい増えてという感じでね、本当に動画どころではなくてね、この動画をアップするのがね少しだけ遅れてしまいました。でね、このヤワゲさんなんですけどね、だいたい1ヶ月半ぐらいにお迎えしてね、もう普通に結構すくすく育ってね、初めはねみたらし団子2つ分サイズぐらいだったんですけどね、でまだこの初めの頃ですね、このサイズだとちょっとまだ繁殖には満たないぐらいなんですけどね、ちょっと話の途中なんですがね、ここでねちょっと雌雄判別をねやっていきたいと思います。多分ね雌雄を見分けるのにね、こうやって尻尾を持ってこんな感じでねキンキンを 見ればねわかるかと思うんですがね、実はこうやって見てもねなかなか正直わかんないんですよね。でこう背中をね持ってね見ようとしてね今やってるんですけどね、結構この噛みつくんでねなかなか動くしね持てないんですけど、まあ背中をキュッと持ってねやるとねオスかメスかがねわかるかと思うんでね、やってみたいと思います。でこうやって背中のブヨンと乗ってるとこいてててててててでね、こう持つとこがまずいとね首がギュッとね回って噛まれるのでね、でこうやってねほんと首の真後ろぐらいを持つと噛まれないんですけど、ほらこのキンキンがブラーンとしてますよね、これオスですね。さっきの感じ尻尾持つとわからないんですけどね、このキンキンの感じ。ちなみにメスはねこんな感じでキンキンがブラーンとしてないのでねわかりますね。はい、ちょっと話が戻ってね、飼育環境なんですがね、一応うちではねこの餌にねドッグフードとね鳥の餌をあげておりますね。まあ鳥の餌といってもいっぱいあるのでね、私は強いて言うならコーンが入ってるやつを選びました。なんかコーンが好きとね聞いたことがあるので、ね、で飼ってからねだいたい1ヶ月半ぐらいでね、なんかメスのお腹がすごい大きいなとか思ってたらね、やっぱりねすごい産みましたね。いやこうやってお乳いっぱい吸ってね本当に可愛いですね。でこうやってね飼っててね本当に愛着が湧いてね可愛いなと思ってね、なんかヘビの餌にするのはちょっとと思うかもしれませんがね、ある時私はそう思ってちょっとネズミさんをめでようとね掴んだ時にねガブッと噛まれた時にね、君たちは立派に大きくなってうちのヘビさんの美味しい栄養になるんだよと思いましたね。少し話をまた戻しますね。一応この生まれるまでの飼育環境なんですけどね、温度はねだいたいもう本当に25度前後でね、特にヒーターとか別につけてませんね。で餌もね一応このドッグフードと鳥の餌の他にねカメさん、リクガメさんのね、ついでに小松菜とかそういったのの切れっぱしのとことあげたりね、人参とかもまあ基本的に何でも食べるんでね、そういったものもあげてますね。でオス1匹にメス2匹なんですけどね、ちゃんと本当に産んでくれましたね。で今こうやってね、初めは回し車を置いていたんですけどね、今は子供が生まれてからはシェルターを入れておりますね。そしたらもうみんなシェルターに引っ越してね。本当にね、こうやってね、みんな仲良く平和に暮らしております。ただこうやってね、産むまではね、本当に飼い始めたんですけど、
なんか餌代とか無駄に買ってもったいないことしたなとか思っちゃったんですけどね、無事こうやって産んでくれてね、本当に良かったですね。動画が編集できなくてね、まあ会社ちょっと熱が出て会社を休んだ時もあったんですけどね、そんな時は私はね、ほぼ一日ね狂ったようにプレステをしておりました。ということでね、今回の動画終わっていきたいと思います。ではまた、バイバイ。